今日はグランチャーレとアンチェッタ。はい、解凍した豚のね、頬肉ですね、出してみましょうか。このような形ですね。まずは塩を振ってですね、水分を取っていきましょう。はい、ではまず下漬け用のお塩をね、振っていきます。比較的薄いんで多くはいらないかな。そうですね、もうちょっと厚めのものが、ね、欲しかったではあるんですけど、スーパーとかで買うと難しいなってところでしたね。はい、ではこれをラップでくるんで保存袋に入れて冷蔵庫に寝かせます。はい、こんな感じでできました。でこれを袋に入れて冷蔵庫に一晩寝かせます。グランチャーレですね。多少ドリップが出てくれたんで、ね、こういった形で、じゃあ本漬けしていきましょう。ちょっと抜けてきた感じですね。ではこちらに今度は岩塩と塩をすり込んでいきましょう。はい、では岩塩ですね。はい、はい、ブラックペッパーですね。はい、この中でいいでしょうね。ではこれでラップでくるんでまた冷蔵庫で寝かせます。はい、それでは冷蔵庫で、寝かしておきます。はい、はい、ではこのまま塩抜きをします。はい、では塩抜きができたようなので、水気を切りましょう。はい、では水分を切っていきます。豚バラ肉ですね。はい、フォークで穴を開けます。ラインを振っていきましょう。ブラックペッパーですね。あ、先ほどの頬肉もね、本漬けの時にブラックペッパーで味付けをしていきますけども、はい、では保存袋入れましたんで、ドリップが出てくるのを待ちたいと思います。はい、はい、順当にドリップがね出てきたんで、今度は塩抜きをしましょう。はい、ではこのまま15分置きたいと思います。はい、ということで塩抜きが終わりましたんで、まずは水気を切りましょう。はい、グランチャーレ、パンチェッタですね。水分も抜けてくれたんじゃないかな。軽くちょっと焼いてみましょうか。これぐらいだね。はい、ではパンチェッタですね。さあ、やってみましょうか。はい、では焼いていきます。あ、結構いい香りがしますね。で、グランチャーレやっぱこれトントロってすごいですね。これ油がすごい出てますが、こうやって、まあ、パンチェッタはいつも通りって感じですけどね。
ブランシャールね。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。